皆さんこんにちは、ガジログです。今日はリアルミーバンド2が日本国内で発表され、12月の26日の日曜日に発売が決定されています。どんなモデルになっているのか公式サイトを見ながら解説してみたいと思います。では本日も行ってみましょう。まずは6つの特徴ですけども、90種類のスポーツモードが搭載されています。そして使えるバッテリーが最長12日間とありますね。これはちょっと少ないかもしれないですね。そして5ATM 対応の5気圧防水となっています。水深 50m まで大丈夫ということですね。そして心拍数モニタリングも当然搭載されています。さらには血中酸素レベル測定ももちろんできますね。 SPO2 です。そして最後に睡眠モニタリングももちろん搭載していますので、このあたりは順当という感じでしょうか。ではそれぞれの特徴を見ていきたいと思います。まずはスポーツモード、ワークアウトともね言われていますけども、リアルミーバンド2はランニングやウォーキングなど90種類のスポーツモードに対応。消費カロリーや運動した時間を簡単に記録できるので、運動の成果を後で確認する際に役立ちます。ヨガ、屋外ウォーキング、屋外サイクリング、クリケット、フリートレーニング、そして屋内サイクリング、屋内ランニング、屋外ランニング、エリプティカル、バスケットボール、水泳、ローイングマシン、サッカー、屋内ウォーキングと続きます。このあたりは順当かもしれませんね。そして、デフォルトで最初の段階ではこの14種類が搭載されているようですね。ここに書いてありますけども、90種類のスポーツモードはソフトウェアアップデート後に対応と書いてありますね。ですので出荷されている状態ではまだこちらの14種類しか対応してないってことになります。続きましてはバッテリーの持続時間になりますね。最長12日間となります。電力を効率化、最適化することによって最長ですからね、12日間のバッテリー持続時間を実現。充電には便利なマグネット式充電器を使用します。ありますね。こちらに CG がありますけども、磁石でマグネットで吸着する形になっていますので、これは多くのモデルでも採用しているタイプになりますね。そして防水に関してです。 5ATM に対応。リアルミーバンド2は水深 50m 相当の圧力に対応する 5ATM を備えています。着用したままプールに入っても水中の運動を記録できますとありますので、水泳で装着しても大丈夫ですよということを謳っています。そして24時間継続の心拍数モニタリング、これも多くのモデルでも当然ながら採用されています。こちら心拍数を高い精度で継続的にモニタリングできますとありますけど、ここに GH3011 センサーって書いてあるんですけども、これがちょっと何を指しているのかは正直わからないです。他のモデルでも同じものがついているのか、独自で開発されたセンサーなのかちょっとわかりません。ここの CG 見てみますと、たくさんこうセンサーが搭載されている感じですね。安いモデルになりますと1つしかなかったり、もしくは2つぐらいだったりしますので、結構いろんなセンサーがついているのかなっていう。心拍数だったり SPO2 で別々のもの、1つのチップにまとめられているものではなさそうですね。別々の感じがします。当然ながら本製品は医療機器ではありませんということですので、病気などの診断、治療、予防の目的に対してのご使用はできませんと書いてありますね。次ですね、血中酸素レベルモニタリング SPO2 測定になりますね。これは随時モニタリングできますとありますね。そして体調の変化を感じた際やワークアウトの休憩中など気になった時に測定して確認できますとありますので、残念ながらですけども24時間の計測、リアルタイムモニタリングはできないということになります。これはシャオミですね、ミーバンドとか、最近でもねスペック解説で動画出しましたけども、レドミースマートバンドプロですね、そのあたりもやっぱり手動マニュアルになっていましたので、手動で測定するという部分に関しては決して見劣りしているってことではないというふうに今では感じるようになりました。むしろファーウェイが24時間測定をしているというのはちょっと上を行ってるなという感じですね。ですのでリアルミー含めシャオミもそうですけども、手動で行うという方がいいということできっと採用してるんじゃないかなという気はします。睡眠計測ですね。毎日の睡眠レポートを見て改善を心がけることができます。アプリですね、リアルミーリンクアプリを使うということになります。睡眠の質やデータを記録してサポートしますとありますね。このアプリは使ったことありませんので、どういった UI になっているのかちょっと分かりませんけども、ここのイメージ図を見る限りでは結構見やすいかなという気はします。ステップですね、歩数、カロリー、そしてアクティビティで立っていた時間、分かりやすい表記になってますね。そしてアプリに関しましては、リアルミーリンクアプリは Google Play、 そして App Store、 iOS とそして Android に対応しているということになります。そして通知に関してですね、スマートフォンの通知も見やすい画面で確認。ディスプレイに関しましては
1.4 インチになりますので、ここですね、対角が 1.4 インチになりますので、他のメーカーもだいたい 1.4 インチ前後になりますので、だいたいこれが標準的なサイズになると思います。パッと見はですね、先ほどもお伝えしましたようにリバルミースマートバンドプロとか、もしくはファーベイバンド6とか、そのあたり非常に似てますので、遠くから見たらもうどれがどれだか見分けがつかないですよね。ちょっと脱線してしまいましたけども、解像度は 167×320 ですので、まあまあという感じですね。で、最大輝度は500ニッツとなっていますので、暗いわけではありませんね。これも通常という感じでしょうか。そしてスマートフォンに着信しているアプリのメッセージやその他の通知もストレスなく確認できますとありますので、だいたい大御所ですね。メッセージ、メール、そしてインスタグラム、ツイッター、フェイスブック、ラインというふうになりますね。そしてここのフォントを見てみますと、まあ綺麗なフォントですよね。安いモデルになったりすると、このフォント自体が明朝体だったりしますよね。やっぱりこういったモデル、スマートバンドとかにスマートウォッチで明朝体で表示されると、もう少し頑張れなかったのかなっていう気もしてしまうんですけど、いろんな多言語対応しているモデルですので、そこはちょっと要望が強すぎるかなという気もします。そして毎日がもっと便利に感じる機能が満載ということで、便利機能になりますね。置き忘れたスマートフォンの場所を知りたいときに使えるスマホを探す、そして手元のリアルミーバンド2で天気を確認、スマートフォンの音楽操作、カメラのシャッター切ることもできるということで、この4つの機能が便利機能として挙げられてますね。この音楽操作に関しましては、ファーベイバンド6は Android しか対応してなかったりするんですよ。ですので、リアルミーバンド2が iOS でも対応していればすごい頑張ったなという感じになりますよね。ですので Android だけでないことを願うという感じです。そしてカメラの操作もやっぱり Android だけの機能だったりしてきましたので、今回こちらのリアルミーバンド2もどうなのかということが見ものになります。そして50種類以上の文字盤ですね、スタイルと気分で変えられるということになります。そして自分が撮影したお気に入りの写真を選択するのもおすすめですということですので、自分の撮った写真をこの文字盤に変更することも可能ということがわかります。そして秒数表示ができたらやっぱりいいですよね。この文字盤の中ですと、ここですね、このタイプが秒数表示できてます。当然ながらアナログタイプのものであれば、この秒針が秒数表示ということになりますね。そして軽くて腕にフィットする装着感、これ大事ですよね。ストラップを含む全体の重さ 27.3g、 1日中つけても負担を感じさせない軽さでとありますね。やっぱり快適っていうのはすごい大事なんですよね。もう常にお風呂の時間以外つけてるかなっていう感じだと思いますので、私の場合は少なくともそうなってますので、やっぱりこれが違和感があっているとちょっと辛いなと思います。もちろん慣れっていうのもあるんですけども、最初つけた感じ、ファーストインプレッションでちょっと違和感あると辛いんですよね。最初から軽いっていうことと、そして装着感がいいっていうのがすごい期待されますね。そして可能性が広がる 18mm のストラップ対応ということですね。市販の 18mm 幅のストラップに対応しているので、用途やスタイルに合わせて取り替え可能ということです。そして安心できる品質と耐久性ということですね。バーンインテストって書いてありますので、55度の状況下で、そして湿度 95%、 かなり過酷ですね。この状況で168時間大丈夫、試されたってことですね。そして5000回の充電テスト、ここに内蔵されているバッテリーが5000回対応しているってことですので、継ぎ足し充電も OK ということなんでしょうか。そして落下テストですね、腰の位置ぐらいですね、1メートルですと、それ300回ぐらい試しましたよってことですので、これもまずまずという感じですね。この温度を見てみますと、55度となりますと、ほとんど日本でこういった気温になることはないと思いますが、サウナでこの温度よりもさらに上回った温度で使う形になると思います。でサウナの使用状況っていうのは後ほど解説しますけども、何と説明されているのか興味深いものがありますので、お楽しみにされてください。そして細かなスペックになります。色に関しましてはグレー一色となりますね。ほぼブラックという感じです。そして厚みですね、 12.1 ミリになっていますので、やや厚めという感じですね。他のモデルはだいたい10ミリか11ミリぐらいですので、本当に気持ちいいっていう感じですね。そして質量に関しては、先ほどもありましたけど 27.3g。 そして材質はポリカーボネート、これは軽くて丈夫っていう素材ですね。ストラップの素材は TPU 素材になります。
バンドの長さですけども 150mm から 220mm になっていますので、まあ、幅広く使うこともできます。バッテリー容量は 204mAh になっています。こちらは他と比較しますとファーウェイバンドは 180mAh ですし、先日お伝えしましたレドミースマートバンドプロも 200mm ちょっとになっていますので、これはまあ標準的な感じですね。でもファーウェイバンド6が 180mm で14日間というふうにメーカー交渉値で言っていますので、やっぱりいかに優れているかというものが分かってしまいます。スクリーン、ディスプレイに関しては TFT 液晶になります。このバンドタイプで液晶を採用するというのは気持ち残念かなというふうに思います。できれば有機 EL アモレットを搭載してほしかったなという個人的な願望があります。しかしながらここですね、装着検知センサーがありますので、これがついているかついてないかって結構大きいんですよね。ついてないと勝手に取り外している段階で心拍数の測定したり、余計なこうバッテリーを消耗させるんですね。外している時はこの心拍センサーをオフにするとかね、そういったことができるかと思いますので、これはあった方がいいと思いました。まあ、これは嬉しいですね。 Bluetooth のバージョンは 5.1 に対応していて、おそらく Bluetooth ローエナジーに対応していて省電力モードになっていると思われます。あと健康モニター系ですね、触れてなかった部分で言いますと、女性のための健康管理、そしてストレス測定もありますね。移動距離って書いてありますけど、これはおそらくスマホと連動させた時にウォーキングとかランニングで使った時ですね。その他の機能の部分で言いますと特に変わったところはありません。そして同梱物はバンドと、そして充電台、ユーザーマニュアルになっています。防水に関しての情報にもなりますけども、ダメな部分、ここは重要ですね。サウナ、スチームルーム、これダメですよってはっきり書いてあるので、この状況をここで使って故障した場合は、保証を受けられないということになります。というわけで今回リアルミーバンド2のスペックに関して解説してきましたけども、まずまずの作りになってるんじゃないかなという気はします。一つ、私が残念だったなという思ったのが、このディスプレイが液晶画面だったということですね。これはちょっと残念だなと思います。今後ですね、このサイズで参入してきましたので、ガチンコでファーウェイとかね、シャオミとレドミあたりと戦っていくんだろうなという感じがします。そしてうっすらなんですけども、ここに棒線1本あるんですよ。つまりこれがボタン代わりになるのかなという感じですね。つまりシャオミのミーバンド5とかミーバンド4とかね、そのあたりありましたけど、それと同じような機能がもしかしたらありそうですね。そして他にも残念なのが、サイドのこの物理ボタンがないっていうことですので、全てタッチセンサーで行うっていうことになるのもちょっと残念だなという気はします。でも構造的には非常にシンプルになるので、全てタッチで行うという方を採用したのかなという感じですね。あとは SPO2 に関してですね、手動で行うということは他のモデルでも採用してますので、別に劣ったものではありませんし、そしてバッテリーの使える12日間も入っている 200mAh ぐらいの容量からすれば順当かなという感じです。ということで今回リアルミーバンド2の情報をお伝えしました。発売が12月26日の日曜日になっていますので、Amazon で購入することができます。概要欄に商品のリンクを貼っておきます。この動画が良かったよという方であれば、高評価、そしてまだの方はチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。